É メリークリスマスということでですね。クリスマスなんかやめてくれという声もありましたけど、まあ一応ですね。お正月はおめでとうございます。クリスマスはメリークリスマスということでですね。ちょっとやってみました。あの、ダイソーで買った100円のですね、クラッカーちゃんとなってくれて、一安心しました。今回はですね、あの、まあ久しぶりですね。3週ぶりかな ?4 週ぶりになのか四週ぶりにですね、通常のニコ生岡田と塩ゼミをやってみようと思います。まあ最初も 雑談みたいなもんですね、あのー。クリスマス粉砕デモというのが渋谷であったそうでですねそういうことをやってる人がもう2006年だからもう12年間かな続けてるそうなんですけどもあのーまあ、クリスマス粉砕デモっていうのがですね資本主義反対というかですねクリスマスの商業主義とか資本主義に反対するというふうな内容になってるそうなんですけども果たしてそれはどうなのかなっていうのは僕実は今日のあのご飯ですね あの、お昼、えー、伝説のスタドンというのに行ってきたんですよ。あの、例の分量だけのところですよね。あそこのジャンクな味が大好きで、あのー、行ったらですね、そしたら店内中にポスターが貼ってあってですね、クリぼっちって書いてあって言われるんですよね。<laughs> まあ、クリスマスに一人ぼっちのことクリぼっちです。で、伝説のスタドンはもうクリぼっちを商売にして,てですね、皆さんどうせクリぼっちでしょう。じゃあ、スタドンに集まりましょうよ、みたいな感じでですね、ガン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 。ごめん、ちょっと。 ポケットに時計入れたままなのを思い出した。ガン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 ですね。あのー、それ商売にしてるんですね。だからなんでしょうね。そのクリボッチっていう風うに自分たちを定義づけて、えー、なんか不幸になれっていう風うに思ってるっていうのはですね、実は。 それは僕らのというかですね、そう思ってる人の心の叫びではもう何でもなくてですね、あのムーブメントに乗ってるだけ、例のあの MeToo 運動と同じなんじゃないのかなと、あ、そういうの最近あるんだ、流行ってるんだ、じゃあそういうふうにあえて声に出してみようというのと同じなんじゃないかなというふうに思っちゃうんですよね。あの、十分これから多分、 クリスマスに一人の人の方が実は人数としては多いんですよね。なので、えー、クリボッチといって自分たちをマイノリティだと思い込んでる人たちに対して、実はクリボッチの方が人数的に多くてメジャーなマーケットだと思ってる代理店などが、えー、クリボッチなんだからこれぐらい、 ちょっとプチ贅沢して、えー、奴らに復讐しようよというですね、甘い声でですね、皆さんの金を使わせようとしてくると思うし、俺たち栗ぼっちだよなというふうな形で声をかけて皆さんをグループにしてですね、金を奪おうという人も増えてくると思いますんで、どうぞその辺は引っかかるにしても楽しんで引っかかってください。よろしくお願いします。あとですね、 あの、ワイドナショーでですね、東野幸治さんがですね、ゼルダやりたいニンテンドスイッチ欲しいって叫んだそうなんですけどもですね。<laughs> <laughs> <laughs> そりゃそうでしょゼルダ超面白いもんね。あの、もう本当に世間からは9ヶ月遅れ、8ヶ月遅れぐらいなんですかね。ようやっとあの、120あるホコラを60ぐらい回ってっていうような段階で、まあ一応ですね、あとラスボスを残す、ま、 だけになってるんですけども、もう楽しくて楽しくてですね、栗ぼっちどころじゃないですよ。俺はもうハイラル大陸で一人ぼっちで,ですね。毎日走り回るのがもうすごく楽しくて楽しくて、なくて。でも、東野さんぐらい金持ちなんだったら、死の子の言わずにですね、あの、アマゾンで4万円で買えばいいと思うんですけど <laughs> なんだろうね、気持ちはわかるけれども。 そろそろ普通に手に入る時期でしょう。まだ普通にはね、なんかあの手に入らないと思うんですけども、えー、ということで,ですね。えー、僕もですね、えー、クリスマスに自分自身ですね、プレゼントしてみました。えー、これですね、あのレイダースっていう DVD なんですけど、これ何かっていうとですね、えー、も本も出てるんですよ。で、えー,ー、The Story of the Greatest Fan Film Ever Made ってやつで、 レイダースを失われた悪があまりに好きすぎて、それの、その、パロディをですね、作っちゃった人がいるんですね。で、それで完全にもう一本の映画として作って、で、あまりにその、 なんだろう、評判がいいのでそれがですね、ブルーレイにまでになってしまった。まあ、DVD か DVD になってしまったという。で、それは流通してるんですよ。ちゃんと権利も取って。で、これですね、まだ見てないんですけども、本がもう字がぎっしり入っててですね、嬉しくて嬉しくてしょうがないですね。あの、ちゃんとパッケージで,ですね、主人公がですね、ビデオカメラ持ってると。つまり、あの、こう映画を作ったということが一つのアドベンチャーになってですね、こっちの単行本も同じです。そういう風な感じになってます。 ということで,ですね、これをですね、えー、クリスマスに自分用のプレゼントで買ったので,ですね、これはお正月まで見ようます。あの、もう一つ買いました。あの、東映特撮ヒーローザムービーっていうやつでですね、えー、これぐらいかなこれ何かというとですね、そのキャプテンウルトラとですね、スパイキャッチャー J3 とですね、カッパの三平とですね、あとなんだっけ、えーと、柔道一直線だ。それの映画版なんですね。で、スパイキャッチャー J3 って、その、すごいダサい、 テーマソングって俺大好きなんですけども、本編の映像が残ってないんですよ。本編の映像ないかなないかなないかなと思ってたら、なんと東映のですね、倉庫にですね、あの、 再編集された映画版だけが残ってたというふうなことでそれが入ってるやつなんですけど、カッパの三平もね、なかなか見れないやつなんでですね、これも買いました。で、これは、えー、お正月に見ようと言いたいところなんですけれども、つい我慢できずにですね、えー、今日のですね、昼の2時ぐらいにですね、どんなのかなと思って見てしまったんです。で、見たらですね、猛烈な睡魔に襲われてですね。<laughs> <laughs> その後一時間寝るという失態を犯してしまいましてですね。いや、もう昔のやつはね、たの、あの、 懐かしくて面白いんだけど、退屈なのはやっぱ退屈なんですよ。だからそこら辺誤解しないでほしいんですけども、僕あの、みんなにね、だからこれ面白いって進めるときは、できるだけ今見ても面白いやつを進めようとしてるんですけど、<laughs> スパイキャッチャー J3 はね、なんか、いや、スパイキャッチャー J3 はまだいいカッパの三平は本当に眠くて辛かったんでですね、えー、なんとかまあ最後まで見て面白かったら、これいいよっていう風に推薦しようと思います。 ええー、ということでですね、もうちょっとクリスマスの話題からですね、今日はあの一つ目というかですね、一応、あの、お品書き久しぶりに作ってみたんですよ。もう久しぶりですね、これ作るのは。ええー、日本の、ええー、とですね、今回ですね、まあ、こういうお品書きになってまして、まあ、クリスマス、日本はアニメ更新国4タイプは使える哲学アイドル、10億円あったら最近の趣味、年末年始に特番しますという、このまあ、 7つかなあの、お品書きがありまして、まあ、まあ、基本的にこの上から順番でこなしていこうと思ってるんですけども、まあ、あの、クリスマス、えー、ですね。えー、っとですね、小学校4年の時のクリスマスにですね、僕、これ買ってもらったのが、多分その、今の人生の、あの、始まりだと思うんですね。SF 名作シリーズ、宇宙怪獣ゾーンです。これはあの、宇宙船ビーグル号の冒険っていうですね、バンボク刀っていう人が書いた、 まあ、実はあの、エイリアンシリーズとかの元ネタになった、かなり面白い SF 小説なんですよ。それを子供用ジブナイルとして書いたやつなんですけども、まあ、これ小学校4年の時に買ってもらったのが、僕の人生を決めてしまって、それ以降ですね、その SF ファンになっていくんですけども、これで、あのー、4年生の時にクリスマスに買ってもらっても、本当にこれ毎日毎日、 何回も何回もも、何何十回も何百回も繰り返し読んだんで親がそんなに本が好きなのかということで以後ですねそのまあかなりうちの家は貧乏だったんですけども、あのー、毎月一冊本を買ってもらえることになったんですねで近所の本屋に行って毎月一冊好きな本を選んであの買ってよしてふうなことになったんです僕すごいそれで喜んで、えー、それからですね中学3年生までですね毎月一冊本を買ってもらってるんで 中学校三年の時からちょっとあのアルバイトできるようになったんでですね、アルバイトして自分で本を買えるようになったんですけども、まああの、2 0 0えっ、ー、とね、2 0じゃない、小学校五年の時が当たり年でですね、えぇ、1968年あのですね、小学校五年の時は当たり年でですね、この年にですね、の買った本がもうかなり自分に影響を与えて例えばこの怪物ジオラっていう本があってですね、この怪物ジオラは、か山 シゲルさんってあのゴジラの原作者なんですね。そのゴジラの原作者が書いた怪獣ものですで。ジオラっていう昆虫のアリの怪獣が日本に襲ってくるって、これカバー取ったらちょっと本当の表紙が見えるんですけども、こういうアリ怪獣がですね、大都市を襲うやつですね。で、ゴジラよりもなんかね、よっぽど自由に都市を襲ってるんで、実はこれってあの映像化すればすごく面白いんじゃないかなと。アリの怪獣がなんかその、 ラストシーンでですね、繁殖を求めて飛び立つんだけども、繁殖相手がいなくて、いずれ死んでしまうという、割と切ないラストになっているんですけども、とにかく難攻不落の怪獣にどうやって戦うのか。で、主人公のガールフレンドって、まあ、時代ですよね。ガールフレンドってやつがジオラに、 えー、さらわれてしまったので、それを主人公が何とか助けに行こうとするということで、子供が主人公でありながら、都市を襲う大怪獣。で、その大怪獣は基本的に原爆水爆の力でもどうしようても倒せないっていう話が。 ちゃんんと、ね、繋がってるんですよねで。ジオラにさらわれた女の子が最後ジオラのす繁殖しようとしてる巣のところに行くとなんかそのジオラの関節にこう挟み込まれて服がボロボロになって半乱の状態でというようなことなのであこれはもうまんま映像化できるじゃんっていうふうに思ってるんですけどもあとですねあのまあまあ僕に影響を与えた小学校5年の当たり年の月札の本ですね「世界の円盤ミステリーです、ね」でもうこの中に出てくるですね。 んだろうイラストとかがもうこういうやつとかですねであとこんな感じですねこういう感じのイラストとかがめちゃくちゃ素敵でしょでその中でもですねやっぱりあのよいしょ円盤特の写真集とかすごいなあの手塚治虫さんの,あの手記とかあるんですけれどもやっぱあの宇宙人のコーナーがですねすごく好きであの これが円盤の内部構造だとか、もう完全にね、僕本気にしてましたからね。<laughs> やっぱり。えー、ということでですね。<laughs> まあ、まあ、どうでもいい話といえば、どうでもいい話なんですけど <laughs> あれ、俺はなんか、<laughs> 探そうと思ったらないな。あの、なんとかどうも、あ、これだこれ前も言いましたよね。あの、僕がですね、小学校の頃、この世の中で一番怖かった、 画像がこれですね。あの、てっきりこれ僕写真だと思ったけど、想像図なんですけども、この3メートルの宇宙人ですね。これがもう本当に怖くて、これであの、もう今消えちゃってるんですけど、当時、この前のページと後ろのページをですね、あの、セロテープで貼ってですね、あのめくれなくしてたぐらい怖かったです。で、えー、 あとはこのムーミンパパの思い出ですね。ムーミンパパの思い出は、そのムーミンシリーズの中でも多分すごい特殊な位置づけだと思うんですけども、ムーミントロールたちの割とムーミン村のほのぼのとした話ではなくて、個人の中で、あの、ドリーマーだったムーミンパパですね。当時はただ単にムーミンと呼ばれたんですけど、ムーミンパパがですね、その個人の中であなたは誰でもない、ただの一人の子供よと言われてて、いや、自分は特別なはずだ、特別なはずだというふうに思い込んでいて、 で、優しくて何も文句ない、あの、孤児院だったんですけれども、自分が特別であるというふうなことを証明したくて、孤児院を家出して、そこで、えー、後にあの、スナフキンとかですね、あとスニフのお父さんになる人たちと出会って、冒険が始まるというね、青春大冒険ものなんですけど、もう、すごい好きなんですよね。でそれも、小学校5年の時に買ってもらいました。で、えー、で、まあまあ、これです、ポイントは。 月へ行くアポロ宇宙船。これね、1968年にですね、月まで周回、あの、軌道飛行したアポロ8号を取ったあの、扱った本なんですけども、まあね、これがすごく面白くてですね、あの、目次見たらですね、 えっと、まあ、第1章、第2章はアポロ宇宙船の話なんですけども、第3章がですね、えっ、ー、と、少年ブラウンの偉大な夢ってことで、サタン語型を作ったフォン・ブラウン博士のことになってるんですけども、わかるかなもう、第1部がロケット基地外の少年というところから始まってですね、まあ、今ではなかなかこんなの出版できないな話になってますね。で、これがですね、まあ、 アポロ8号のことを延々書いてるで最終章の解説 NHK の人の解説がすごくてですねえー、なんで結局月着陸競争にそのアメリカが勝ったのかそれに対してアメリカが勝ったのかというのは2つ原因を挙げてて1つがそのシステム工学システム工学というのは小さな部品や人たちのグループを集めて大きな働きをさせることだということでこんなのをですねその 1968年、9年の出版の本に書いてあるんですね。アポロの勝利っていうのはシステム工学の本だっていうのが、子供向けの本に書いてあったっていうですね。ちょっと当時の戦、なんか進んでたところ。あともう一つは、そのシミュレーターが完備してたと。とにかく、アポロの宇宙飛行士たちが宇宙にいたときに何一つ初めてのことがないように退屈するぐらい、 あの、シミュレーターというのを作って、同じ環境を作って何回も何回も訓練させたと。この二つがアメリカとソ連の決定的な違いだったとい書いてあって。で、何の話をしようとしたかというと、このアポロ8号というのは実は1968年の12月24日ですね。ちょうどですね、えぇ、ー、20、ん,ん ?1968 年だから、四、え、十、ー、49年前ですか。あ,あ、うんうん。そうですね。 49年前にですね、あの、この日にですね、あの月を待てたんですね。で、えー、その時のですね、あの、まあ、アポロ8号の話をちょっとしたくてですね、アポロ8号についてまとめてまいりました。もう宇宙に関してだったら岡田俊夫は止まんないってやつですね。<laughs> クリスマスの話題で、なんか日本中クリスマスの話題でね、クリスマスといえばアポロ8号だろうって思ってるんですけど、そんなことやる人誰もいないですね。<laughs> アポロ8号ですね。ポイント3つです。えー、決死の宇宙飛行です。実は、 あれかなり危なかったという話。二つ目、大感動の生放送ですね。三つ目、えー、なぜか訴えられて最高裁、最高裁判所まで争うことになるという、この中三つの話をしようと思います、えー。アポロ8号というのはですね、なんで決死の宇宙飛行だったかというと、これは有名な話なんですけども、その、えー、たった1年ちょっと前ですね、え九、ー、1967年の1月かな、アポロ1号というのが火災事故に遭いました。で、この火災事故で、アメリカのですね、あの、宇宙、 開発の歴史上初めて、宇宙飛行士3人が焼け死んだんだです。原因自体はもう今では分かっている宇宙船内でショート、あの電気がショートしてでそれが可燃物に燃え広がってでアポロ宇宙船の中が純酸素100%酸素であの満たされていたのであっという間に火がバーッと回ってしまう。でその少し前に宇宙飛行士がミスでドアになんか触ったらあのドアが開いてしまうという あの意見が NASA の中であったので、ドアが開きにくくしてたんですね。これもまあいろんな事情があってですね、このニコ生では何回も宇宙飛行士のことを語ってるんですけども、もともとあの宇宙カプセルと呼ばれた時代、つまりマーキュリーの時代にはですねあの、宇宙船のドアは外からボルトで止めててですね、中から外せなくなってたんですよ。それをプライドの高い宇宙飛行士たちが、なんだこれはと。 なんか、どんなジェット機にも、どんなね、あの、戦闘機にも脱出8っていうのがついてる。スイッチ一つで、ポーンと脱出できるやつだった。あれをつけろって言ったら、そしたら科学者たちがせせら笑いながら、いや、もうそんなのいらないよと。あの、宇宙飛行って、お前らはただ単に実験の猿なんだから、蓋閉めて飛んでいって、帰ってきたら蓋開けてやるからと。で、中で何しようが、別にロケットエンジン宇宙船についてないから、あの、なんだろうお前らが、 の操縦できないようなもんなんだから、なんか座ってりゃいいよというふうに言われた。ところがプライドの高い宇宙飛行士たちはそれに猛抗議して、マスコミまであの巻き込んで、彼らは俺たちはパイロットだまず操縦装置をつけろ窓をつけろドアをつけろドアには脱出、あの、爆発ボルトと言われる、非常の時にボンってスイッチを押したら、ボンって爆発してですね、ドアが無理やり握しかけ、これまでつけろというふうに言ったんですね。で、その運動は成功して、結局マークより宇宙船は、 えっと、後期のやつはですね、脱出、ハッチが付けられたんですよ。ところが、それのおかげで、えっ、ー、とですね、あの、実は、誤作動でですね、爆発ボルトが開いてしまって、で、宇宙カプセルがですね、一つ失われるという事故が起こってしまった。で、結果、ガスグリソムですね、今コメントが出たと。ガスグリソムの事件が起こった。で、結果、その結果ですね、アポロ宇宙船ではもう一度、わざわざ開けにくい宇宙飛行士が 開けにくいドアにしちゃったんですよ。こんなことが起こらない。その結果、同じですね、ガスグリソムですね。ガスグリソムが事故を起こしてドアが開いちゃってカプセルが失われたおかげで、アポロ1号のですね、えー、本番前のテストで、その純酸素を満たした宇宙船の中にガスグリソムの他2人が乗ってる時にですね、事故が起こり、この3人が死んでしまった。で、それがあったのですね、まあアポロ計画って大幅に遅れたんですね。 で、アポロ計画っていうのはですね、そのジョン・ F ・ケネディが60年代のうちに、すいません、これまだクリスマスの話です <laughs>、えー。60年代のうちに人類を月に送りますって約束したので、69年のうちに送らなきゃいけないんですねで。そのためにマーキュリー計画から始まって、ジェミニ計画、アポロ計画というふうに3つ目、ポンポンというふうな計画を進んでたんですけど、大幅に遅れてしまったと。で、 まあね、その大幅に遅れたんで初めてのことが多すぎたんですね。アポロ1号が事故を起こしてしまって、で、アポロ2号、アポロ3号というのは実は欠板です。そんなものは存在しません。で、アポロ4号はですね、サターンロケットの初めてのですね、全力試験です。サターン5型ロケットっていうのはちょっとここに簡単なおもちゃを持ってきたんですけども、まあ、これがサターン5型ロケットですね。直径10メートルあって長さが110メートル。人類が作った最も巨大なロケットというふうに言われてました。 で、これのですね、エンジンの全開テストっていうのをやってなかったんですね。で、アポロ5号でですね、このサターン5型の全開テスト、つまり1段目吹かして飛んで、切り離して2段目吹かして飛んで、3段目吹かして飛んでっていうのを全部やろうとしてやったんですよ。で、結局、中で燃料がタンクの中でグワーッと動いたりするいろんな事故が起こって、3段目は点火できなかったんですね。で、おまけに発射した時の衝撃が計算より予想よりはるかに大きくて、 6キロ離れた、6キロですよ。6キロってかなりのところなんですけど、6キロ離れたところにですね、ウォルトはクロンカイトっていう有名な解説者がいて、生中継で解説してたんですけども、ビルが壊れ出したんですね。解説のための、その報道ルームが。上からタイルがバラバラ落ちてきて、クロンカイトは生放送の最中に窓ガラスを押さえて窓ガラスが割れないようにしたっていう、本当の話が残ってるぐらいで。で、これで、NASA はこれは偉いことだと。まさかそんなことになるとはと思ってなかったんで、以後、発射台の下に 水を張ってで、すすね衝撃波を吸収するようにした。でそれぐらいわけが分かんない。これがあのアポロですね、5号のことです。さ、アポロ4号で、アポロ4号のことです。アポロ4号でこれで、で、5号でまだ月着陸船を、ここに入ってるのえっ、ー、と、打ち上げて無人で行けるかどうかのチェックですね。で、6号もまだ無人です。アポロ宇宙船を打ち上げただけですで、7号で初めて、アポロ7号で初めて、この、 巨大なロケットのてっぺんに人を乗せて一応宇宙空間に行って大丈夫と壊れないっていう試験をしただけなんですよ。で、そこのアポロ8号なんですよ。1968年の12月に飛んだのが。で、アポロ8号はですね、もう計画はこの段階で遅れに遅れてたと。でおまけにグラマン社がですね、作ってた月着陸船がもうギブアップ宣言をしたと。間に合いませんと。 えー、すいません。え、NASA の皆さんが言ってるようなスケジュールに、あのー、アポロ8号には月着陸船が作れません、間に合いませんと言って、で、このアポ月着陸船も行くはずだったんですけども、先についてるのがアポロ宇宙船です。この先の、このわずかな部分、この全体からしたら、このわずかな部分の、このアポロ宇宙船しか宇宙に打ち上げられないことになった。 計画がめちゃくちゃ遅れてる。どうしようというふうなことで NASA のスタッフが考えたのが、じゃあ、これを月まで連れて行こうと。せめて月まで行って月の周回軌道をぐる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 回る軌道に乗せようというのが1968年の計画でした。なので、もう、ロケットのですね、その3段目の点火ができなかった理由というのもやっと分かったんですけども、何もかもですね、あの、無理無理の状態で打ち上げた。これが実は決死の宇宙飛行だったということです。 打ち上げてる最中にもいろいろ事故が起こってですね、本当に命がけでなんとか月まで行ったんですね。で、で、二つ目、大感動の生放送です。1968年のですね、12月23日ですね。まあ僕らの世界、まあ49年前の昨日です。ようやっとこの月軌道に乗りました。月の周回軌道にぐる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 回って、そこから先はですね、もう観測するしかないんですね。で、観測してたら月っていうのが、もう本当に死の世界であると分かってて、 宇宙飛行士たちはアドリブ考えたんですね。アドリブ考えて、24日のですね、夜の生放送ですね。そこでですね、ウォルター・クロン・カイト、例の、あの、えっ、ー、と、窓ガラスが破れるのを一生懸命抑えたアメリカで一番有名なニュースキャスターなんですが、その人と対話して、で、こちら宇宙、アポロ八号です。月から皆さんにこう、状況をお知らせしますといことをいろいろ話したんですけども、最後にクライマックス、生中継で一番視聴率が上がるところで、いきなりですね、宇宙飛行士3人がですね、 あの、創世記の引用を始めたんですね。旧約聖書の創世記って。はじめに光があったと。神はそれを良しとなされたと。混沌しかなかったところに光が溢れ、この世界は光と闇に分かれた。神はそれを良しとされたと。で、二日目、神は天と地を作られたっていう、あの旧約聖書を読んで、まあこれでアメリカ人が大感動したんですね。で、百六十八年っていうのはアメリカの その建国以来の歴史でもです、ね、一番暗い年と言われて、その、なんだろうな、もうベトナム戦争はもう末期で、で、おまけに国内でもテロ事件が多発してて、ケネディ大統領だけでなくて、その弟まで暗殺されるといろんな事件が起こって、黒人の暴動事件も起こってっていう、すごい暗い事件だったんですけども、結局、そのアポロ8号が月からこの旧約聖書を読んだおかげで、アメリカの国民の心が一つにまとまって、 なんか六十八年はこの三人が救ったっていうふうに後に言われるような、まあこういうことになったんですね。大感度の生放送ですね。旧約聖書をまあ朗読したからなんですよ。三人が交互に。ところがですね。 え、三つ目ですね、えー。訴えられ最高裁判所へというやつなんです、えー。これ大感動だったんですけどですね。それだけで収まらない人がいてですね。えー、無神論者っていうのがです、ね、つまり神なんかいない、えー。宗教なんか全部嘘だというような人は、まあ、いっぱいいますよね。その中のですね、あの、マダリン・オヘイヤって女の人がいるんですけど、この人がですね、この直後に、えー、NASA を、つまり NASA というかアメリカ政府を訴えたんですよ。 それなぜかっていうと、当時宇宙飛行してるのは全部アメリカの政府職員なんですね。特殊、なんか特殊な関係で。政府職員で、で、アメリカの政府職員が公の場所。 宇宙という公の場所でですね、聖書を読んだと。<laughs> これは特定の宗教を押し付けるものだというふうなことで、宗教裁判になって、もう大もめに揉めて最高裁まで行ったんですよ。で、最高裁でですね、この訴えは棄却されて、まあまあまあ、あの、だったんですけど、この後ですね、NASA はものすごい神経質になったと。で、後にアポロ11号が、その月に着陸した時にバゾールドリンっていう人がですね、キリスト教の長老学,学派っていうやつなんです。 それでミサを取り行いたいって言ったんですけども NASA の方はダメだというとでもバズ・オルドリンはいや最高裁で棄却されたじゃないかだからミサをやってもいいはずだと俺,も持って俺が持っていくのは1人当たり決められた 40g か,40か 50g っていうなんか1人当たりの, <laughs> あの制限があるんですけどの荷物の中に持っていくだけだっていうふうに言ったんですけど NASA はダメだ結局どうなったかっていうとバズ・オルドリンは持ってってやったんだけどもそれは絶対に生放送しないし あとで人に言わないという約束で、まあ、こっそりやったんですよ。そんな事件にもなってですね、最高裁まで争う事件になった。これがですね、1968年ですか。今から49年前の12月24日をですね、中心に起こった事件ということでですね、クリスマスの話題はここまでであります。お疲れ様でした。えー、じゃあね、どうしようかな。一歩ップ戻そうか。 うーんと、日本はアニメ行進国っていうやつですね。あの、えっ、ー、とですね、川森昌司監督、いや、あの、長熟要塞マクロスの監督、あまあ、長熟要塞マクロスとは石黒昇さん監督か、のシリーズのまあ中心人物、監督なんですけど、クリエイターなんですけど、その人がですね、えっ、ー、と、 あの、自分の新作アニメの発表会の中でですね、日本のアニメはいつの間にか後進国になってたというふうに発言しました。えー、東京都内で行われた DNA、総通、えー、文化保存3社が合同でオリジナルアニメを制作する新規プロジェクト、プロジェクトはアニマの発表会に登場したと。川森監督 昨今のアニメシーンが話題になると、学園魔法ものが何作品もあったり、テンプレートがあって、なんでこんなに似てしまうかなと思うことがある話、作品数がたくさんある、一見活気があるようだけれども、世界の動きからしていると、日本はやばい、いつの間にか後進国になっていると、警鐘を鳴らしたと。いうふうに言ったそうです。えー、でですね、これはあとネットニュースで流れてですね、まあまあまあ、川森くんだったらそういうふうに言うかなというふうに 思うんですけども、まあ、僕個人から言うと、あの、苛立ち、川森くんの苛立ちはわかるんだけども、ガンダム放映前と同じようなもんだと。ガンダム放映前って、ロボットアニメがもう腐るほどあって、全部テンプレートで、もう全部一話になんか変な敵が出てきて、新兵器でっていう、同じの繰り返しだったんですよ。で、あの頃のテンプレートよりマシじゃねえかっていうふうに思うんでですね、さほどそう思わない。 で、どちらかっていうとアニメ界の危機っていうのは、あの、アニメ業界にね、行きたがる人が減ってることだと思うんですよね。えー、アニメっていうのは完全に見て楽しむものであって、昔のセルアニメの時代だったら色い々ろいろ、いろんなミスがあったので、そのミスなんでだろうということで、作り手側がどうやって作ったのかっていうのが推理できた。ところが今のアニメっていうのはデジタル表現が入っているので、どうやって作っているのかっていうのはあんまり考える隙がないと。 なので、どうやって作ってるのかっていうのが分かりやすい声優とかですね、そっちの方に行きたがる人はもう山ほどいるんだけれども、肝心のアニメーションの制作というのに行きたがる人がほとんどいない。映画界も同じなんです。映画界も俳優さんとかになりたがる人は、どんどん、あの、相変わらず多いんですけども、映画の裏方とかドラマの裏方になりたい人っていうのはどん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 減ってるんですね。自分でドラマ作りたいとか映画作りたいっていうのがどんどんどん減ってるんで、なんかその、 完成度が高いものをあまり供給してるとですね、それに対して裏方になりたい人っていうのは減っちゃうっていうなんか面白い法則があるんですよね。で、多分その YouTuber から新しいアニメ作家っていうのが生まれてくると思ってるんですけどね、なかなかその YouTube っていう、なんだろうな、半日で撮れて編集できてアップするっていうのとアニメーションっていうのが うまく重ならないんですけども、多分もうすぐその YouTuber からアニメ作家が生まれてくるような時代になっていくとは思います。で、どっちかというと僕が感じるあの問題点っていうのは、読める人が少なくなると。アニメーションの中っていうのかな、あの奥行きとかですね、漫画もそうなんですけど、奥行きとかを、なんだろうな、ちゃんと読める人が少なくなってきたなという方が問題点で、まあ、そこでまあ、 告知なんですけれどもですね <laughs>、えー、あのニコ生でこれまで話してきた「あのえー、ガンダム」とかですねあとなんだろうなあの「この世界の片隅」とかあとん「ナウシカ」とかそういうのをですねどうやって読むのかってでこれあの「大人の教養として知りたい凄ごすぎる日本のアニメ」って「日本のアニメはすごいぞ」とか「こんな風に売れてるぞ」っていうような感じのタイトルですけどこれあのえっ、ー、とですね カドカーから出てるからビジネス書としてこういうタイトルついて,てるんですけど実際はどんなふうに読めば面白いのかというやつなんですね。12月28日発売でですねアマゾンでもう予約してますんでですね、まあ、よろしくお願いします自分へのクリスマスとして一冊ぜひお願いします <laughs> あの割とねあの語ったことはニコ生で語ったことなんですけどその後、えー、じゃあこれはどこに引用元があるのかというやつもちゃんと調べてそこら辺文章にしてるので。 あの、ニコ生で見るよりは割と読みやすい感じになってると思います。よろしくお願いします。ということで、おお、これで告知も済んだ。Kindle 版でもいいうーん、そうですね。図版がないので、Kindle でも実は十分なんですけどね。ほいほい。おいくらおいくらいくらだっけこの手のソフトカバーだったら、俺、なんか、値段今までふっと考えなかったんですけど、1400円かな 千五百十二円。あ、千四百円だ千五百十二円なんですけど定価千4 0円あのもうこういうのってねえー、っとこの本の想定いわゆるソフトカバーでおそらく初版が6000から八千部っていうふうに分かるとあこれはもう1 4 0円ぐらいしか選択肢がないなっていうふうに思いますよいしょあこの辺があの俺の あれですね、自分の家のクリスマスプレゼントの2001年のディスカバリー号のプラモデルとかですね結構するねうーんそうですねもう出版関係知ってる人だったらご存知の通りこういう評論本みたいなもので今時6000から8000っていうのはかなりね刷ってる方だと思いますけどもただあの書店流通はもうばらつきがある多分紀ノ国屋とかあのそういうところにはちゃんと入るんですけど地方の書店とかわかんないので もう、あの、さっさと手に入れるようになったアマゾンが、もうこんなこと言いたくないんですけども、アマゾンと予約するのが手っ取り早いと思います。ありがとう。あ、注文しました。ありがとうございます。えー、じゃあですね。次行きましょうか。えー、次また、うん。この話ですね。4タイプは使えるって話ですね。 えー、4タイプは使えるこれ四タイプというのは僕が考えた性格分類みたいなものなんですけれどもそれがねあやっぱこれ使えるなっていうふうに思ったっていう話であります。えー、あの今週の月曜ですね京都芸術造形大学っていうですね、まあ、京都のちょっと、えー、東の方にあるあの大学でですね1年生向けの,あの講義ゲストで呼ばれたので行ってきました。で 大学の講義って言ってもですね、もう、あの、でっかい劇場でやるんですね。で、700人ぐらい、あの、学生さん、大学1年生が入ってて、その前でもう本当にポツンと壇上に立って、一人で70分ぐらい喋るイベントなんです。で、まあまあ、それだけだったら一人で喋ったら場が持たないのでですね、後ろにプロジェクターがあって、 で、パワーポイントでプレゼンしてもらって結構ですっていうふうに言われたんですけども、僕はもう、パワーポイント自体がもうほぼ使ったことがないんですよ。で、いつもなんかまあ、マイク一つ持ってなんかこう、会場中をこう歩きながらやったんですけども、今回は壇上から降りるなというふうに言われ、だからもう大好きなことそこら辺歩き回って話すのもできないし、だから、ということは観客の目をあちこち動かして退屈させないというのもできないんですよ。で、 ああ困ったなと思って、しょうがないからパワーポイントを一生懸命使って、まあプレゼンしたんですよ。で、そこで、まあ何話しても別にいいんですけども、せっかく700人ぐらいいるから、こういう時一番面白いのは僕4タイプの話をして、さあ、皆さんどのタイプか自分で考えてみようというような話をしてやったんですけども、やっぱそれが面白かったんですよね。で、一応ですね、あの、よいしょ。もうこの番組見てる人の中でも知ってる人かなりいると思うんですけども、 一応これがあの僕が考えた4タイプっていうやつです。人間はですね、4つのタイプに分類されると。で、えー、まあ、抽象的で外交的。何か原因があった時、外側に原因を求める外交的。何か物事があった時、原因を自分に求める内向的な人っていうふうに上下に分かれて。で、その中で割と抽象的な人が注目型っていうですね、目立つのが大好きでですね、まあなんか人に好かれ、 思っている人これ僕なんですけど、僕もそうです。で、えー、同じようにですね、外交的であってですね、より具体的なのが指令型って言われる、まあその目、目立ちたがりじゃないんですよね。仕切り屋っていうふうに言うんでしょうか。仕切り屋でですね、えー、人にですね、まあ、勝つのが大好きという人で。この下にある法則型っていうのが、自分の、原因を自分の方に求める指令が、法則型っていうのは何かっていうと、まああの、物事のですね、原因を知るのが大好きっていうタイプですね。 で、反対が、こちら側にある理想型っていうのはですね、まあ、いわゆる職人派だっていうことで、何か自分ができるようになるのが大好き。まあ、子供の頃どうやって遊んでたかですね、とにかくみんなと一緒にかけっこしようというふうな話、競争をして、おまけにそれができるだけ自分が有利な、あの、競技を選ぶのが指令型なんです。それに対して理想型っていうのは、ほぼ、えー、自分が何ができるのかが、 大事だから、一人で運転やってたりですね、一人で絵を描いてたりすることがすごく多い。で、法則型は同じ一人でも、ありをずっと観察してたり、そういうタイプです。注目型は、その中でみんなからできるだけ仲間外れにならないようについていったり、中心にいようとするタイプなんですけども、っていうのを話して,てさあ皆さんどのタイプですかというふうなことで、その学生さんの、えー、いろいろ話してて、で、おまけにこれのそれぞれの優位劣位の関係、これ、右回りに、 有意の関係がある。例えば、注目型は指令型に何となく憧れてしまって、で、理想型を何となく下に見てしまう。指令型は法則型になんとなく憧れてしまって、で、注目型をなんか泣き虫だとかですね、あの、人の機嫌を取ろうというふうに思ってしまう。 法則型法則型で理想型に対して、うわなんか一筋燃えてる人ってすごいってなんとなく憧れてしまって指令型のとりあえず勝とう!」とかブランド物が大好きってそういうのところを馬鹿にするとこういう右回りの法則が発生するというような話をしてたんですねで、あのー、で、まあ、今回話したのは何かっていうとそれは学生に話してる時にですね、ふっと思いついてそういえば前々から思ったことがあるんだけどこれほぼ外観で外見っていうか着てる服で 見分けつくなと思っていうのは、注目型ってね、痛いんですよ、基本的に服が。あの、これね、 俺を含めてそうなんですけど、あの、いつもですね、T シャツコーナー見たら変だと思いません。あんな T シャツ買うの。で、買った T シャツね、俺全部着てるんですよ。で、今日も実は本番前にここに、あの、星のチェーンをぐる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 巻いて、これで出ようかなと思って周りに止められてですね、やめたんですけど、基本的に、その、注目が当たって、おしゃれになろうとすると痛くなっちゃうんですね。 で、この痛いっていう風にやってまあまあ、客席ゲラゲラ笑ってるんですけど、さて、注目型が痛いと言って、一見ディスってるように見えますが、大丈夫です。なんでかっていうと、たとえディスられてても注目型は、あ、自分のことを話してると思って嬉しくなってしまうのが注目型だって話をしてたんですよ。で、それに対して、指令型っていうのはですね、その、自分の長所を強調する服を絶対着るんですよ。 例えば女の人でですね、おっぱいが大きい人は必ず胸を強調する服を着ている。ウエストが細い人は必ずウエストが細いのを強調する服を着ている。このように、勝つのが大好きですから、自分の中にある肉体的なもので、何か人に一部分でも勝っているところがあったら、そこの部分を強調する服を着ようとする。だから、結果的に割とオシャレっぽく見える。ですね。で 法則型はですね、それに対してですね、なんかその都市迷彩って僕は呼んでるんですけど、都市の中に溶け込むようなですね、割と地味な格好をしたりですね、もしくはトラディショナルですか、安全な格好をしたりすると。これはもう法則型がですね、人生を60%の力だけで生きようとしてると。もう一生私は100%になることはないと思いながらこう生きてるからそういうふうになるんですけども。で、理想型は個性的なんですよ。たぶん本当の意味のオシャレって、 理想型だけなんですね。あの、自分に似合いそうで私はこういう人だってアピールするんですけども、あの、そこがね、注目型とどこが違うのかというと、注目型が痛いのに対してこちらが個性的というあたりで、<laughs> まあ、察していただきたいんですけど、これ割とそこでね、あの、見分けつくなと思って、あ、これなんか最新の簡単な見分けだと思ってですね、ちょっと今日は皆さんに紹介してみました。で 学生さんからですね、リアクションシートっていうのが来るんですよ。今日の授業の感想みたいなのを書いたのがですね、もう本当にちっちゃい紙に、ちゃちゃっと2、3行書いて、鉛筆で書いてるだけのものが来てですね、僕のところにそれが来て、まあ一応全部700人もばーっと目を通して、ああ、ああ、面白いなと。一つね、すごく役に立ったのが、あの、このやつに関して新しい視点が与えられたんですけども、あの、これ、具体的、抽象的っていうんではなくて、 数値的、感覚的っていうふうに言ったらどうですかって書かれてて。ああ、それはすごいと。そう。これね、具体的、抽象的っていうよりは、物事をですね、数値的に捉えるか、感覚的に捉えるかなんですよ。やっぱり、みんなに好かれたいとか、本当の自分が知りたいっていうのは、すべて感覚的なんですよね。数値に置き換えられない。ところが、そうでなくて、それを数値に置き換えた欲望を持つのが、この左半分。 なんですよだから皆さんがですね何か考えたり何かしたいなと思った時に数値に置き換えられたりする人っていうのはこの左側の可能性が高いで右側の方はそうじゃなくてもうちょっと自分の中のニュアンス的なものに成功したいっていうものが具体的にその成功っていうのは数値的なイメージなのかもしくは抽象的なこんな家に住めるとかですねそういうふうなものなだったらこちら側だというふうに思ってもらえればいいんじゃないかなと思いますそこはねなんか やっぱり、あの、何百人規模の人に一斉に話して、一斉にリアクションをもらったとき、やっぱ得られるもので、僕自身なんかすごい楽しかったです。で、この4タイプっていうのってね、僕も10年ぐらいですか、十年近くになるかな、ケアせずにもうほっといたんですね。もう思いついたのがだいたい20年ぐらい前で、 で、その当時は、これ使える使えると思って一生懸命本にしたりやってて、で、最後に本にしたのが、まあ、10年ぐらい前なんですけども、その時から、うーん、やっぱりな、これすっごい使えるんだけども、なんか、あの、伸びにくいなと思ってですね、まあ、あの、割と人任せにしてたりしてたんですけどもですね、やっぱこれ、あの、久しぶりに700人とかに話して一斉に社会実験みたいなのやったら、 ものすごい使えるのが分かったんでですね。で、あとですね、終わった後の質問が、もうほとんど全員、私は何タイプですかって来る、その人らばっかりなんですよ。で、僕その時思ったのが、もうほぼお前ら分かるわって思っててですね、あの、そんなに前髪を伸ばしてるお前はもう、もう法則型とか言えるんですよね。<laughs> 法則型以外にそんなに無意味に前髪伸ばさないよと。なんかその、自分を隠そうというところがお前法則だよとかですね。 授業中にそんなに頷くお前は注目以外にねえだろうとかですね。もうほとんど態度でわかるんですよ。だから、そこら辺ね、なんか自己分析、自己採点よりは、僕が見たらすぐわかる人が割と多いのでですね、それやろうかなと思ってですね、なんかあの、どうやって普及させようかなと思ったんでですね、えあの、これニコ生見てる人でですね、5人以上は、 集まってくれるんだったら、俺が、あの、診断してあげますよ。<laughs> マジで。えっ、ー、とね、条件は、えー、5人以上集めること。で、えー、吉祥寺か、大阪の南馬か天王寺まで来て、 で、えー、それ多分喫茶店でやりますからですね、自分のコーヒー代は自分で出すこと。俺自分のコーヒー代は自分で出します。だから自分のコーヒー代出すっていうふうなことなのでですね、あの、5人集めたら連絡してください。これはもう皆さんへのクリスマスプレゼントです。えー、なんで5人かっていうとですね、1対1でやるとですね、なんかすごい効率が悪いし、あとね、言っちゃえばタイプ当てるだけなので、 もう本当に10秒で済んじゃう人もいるんですよ。で、それだとちょっとつまんないから、5人ぐらい集めてくれたら、まあ一応それなりに、 20分ぐらい話はできるかなと思ったんでですね。5人集めてくれたら僕へメールしてくれればですね。じゃあ、の、いつ会いましょうかっていうふうにします。で、まあ、条件はさっき言った通り、吉祥寺か南馬か天王寺です。で、吉祥寺だったらもう南口のルノワールっていう場所まで俺は指定しますからですね。そこに来て自分でコーヒー代出してくれりゃ大丈夫です。ぼっちなんですか。頑張れ。<laughs> それぐらい頑張れ。 <laughs> 今からあ、今からでもいつでも結構ですよ。基本的に僕はこの4タイプの普及のためにちょっと2018年はちょいと力を入れてみようかなと思ってるんでですね、あの、年齢とか性別とか、あとんだろうな、あの、家族で来るでも何でも結構です。5人集めてくればで,すで そんかり5人集めました。何月何日この喫茶店出て約束してても、もしその場に5人集まってなかったら僕、問答無用で帰りますから、それだけは注意してください。あの、5人集めたふりする人が時々いますから、5人集まってないとダメなので、えー、助言としては念のため6人ぐらい集めておいた方がいいですよ。ドタキャンの人もいますからね。5人いないと僕帰りますから、そこは注意してください。えー、九州です。うん。九州とかだったらね、 100人集めてくれたら、行くよ。100人だったらやるね、<laughs> うちあるから。そんから100人の場合、九州は、もう何月何日っていうのはもう年に1回ぐらいになるだろうと思うから、それはちょっと待ってね。講演会だよね、それは。えー、じゃあ45分になったのでですね、お,お表放送終わりだね。えー、っと、表放送終わりなので、一応ですね、アンケート出してください。はい アンケートを出しながらちょっと話をしましょう。えー、後半ですね、あの、また、えー、哲学アイドルさんの話とかですね、あとは、えー、10億円あったらどうするのかとか、最近の趣味とかの話をしますけれども、えー、告知ですね、あの、年末年始に特番やります。えー、っと、これですね。 あ、アンケート結果だけ出しましょう。はい。あ、ありがとうございます。おー、あまり良くなかった良くなかった。すいません。話だけを延々やってたんでね。こんな感じになっちゃう。えー、年末年始特番やります。はい。えー、10月、あの、4日間連続でですね、えー、今日と同じですね、20時からですね、やります。で、20時から、あの、12月31日は生放送です。通常と同じ、あの、日曜日ですけども。で、30日から 3, あの3日までの、 4回ですね、えー、特別放送をやってですね。で、えー、過去の再放送プラス解説っていうのをやります。なので、えー、30日はですね、島本和彦君と青い炎対談やってたのをですね、再放送するんですけども、冒頭に解説して、で、最後に、まあ、あの、今見てどうだかっていうことと、あと皆さんのコメントを読んで、それのコメントに対するリアクションっていうのをやるというのを繰り返しやります。30日、島本対談ですけども、1月1日、ガンダム講座。これまで、 あの、ちょっと特別の人しか見れなかったガンダム講座っていうのをですね、これ第1話だけでも4回。 一回30分で2時間あるんですね。ガンダム誕生前夜が2回あって、ガンダム第一は、ガンダム第一に立つを2回やってますね。2時間丸々ありますので、それをたっぷり見ていただいて終わった後で皆さんの質問に答えたりします、えー。全部この放送の枠の中、いわゆるニコニコ生放送の岡田所チャンネルの中で放送としてやりますので,です、ね、楽しみにしてください。1月2日はナウシカ講座というふうなことで、過去にやったですね、その、 原作版のナウシカがどれだけすごいのかっていうのがですね、その限定版で公開してたやつをもう今回、これあの、えっ、ー、とですね、31日の通常放送以外はすべて一般放送、誰でも見れるやつでやっちゃいますのですぜひ見てください。1月3日は君の名はがですね、あの、 ええと、まあ、あせっかくテレビでですね、その日ですね、上映、あの、放送されるのはですね、君の名はの講座、どういうふうな構造になっているのかって、これも、これまでちょっと一般に出てなかったやつなんですけども、それの部分をですね、それを含めた話ですか、あのー、 アドベンチャータイム対、君の名はという変な括りでやったんですけど、それをですね、1月3日の日にですね、一挙一般公開しようと思います。で、その後には、特別解説もついてます。皆さんの質問にも生で答えるので、楽しみにしててください。ということでですね、えー、表放送はこれで終わりです。ここから裏放送に入りますのでですね、えー、まあまあまあ、ここから先が、えー、ちょっと、 ちょっと複雑、複雑でもないかな。えー、ちょっとずつですね、知能指数を上げていこうと思いますので、えー、よろしくお願いします。では、裏放送に切り替えてください。